今回はですね質が良い温泉ベストっていうのはですねいろいろな泉質がありまして食塩泉だったらしょっぱいし酸性泉だったら酸っぱい鉄鋼泉だったら渋いし味が全部違うんですね。で色もいろいろ違いまして赤いお湯もあれば緑のお湯もあれば。 えー、白落したお湯もあるということで選出の良い温泉ベスト10ということで,ですねます、えー、まず一番目にですねちょっと聞き慣れない名前、えー、松の山温泉というこれ新潟県にあるんですが、えー、こちらがですね食塩泉、えー、で入れさせていただきました。えー、日本三大薬いうのがあるんですが それがですね草津温泉有馬温泉それと松の山温泉なんですね草津温泉有馬温泉はビッグネームですがこちらはあの松の山温泉がですねその中に入っている「日本三大薬糖」ですね薬のお湯と書いてこちらはですね結構塩が濃くてですね山の中にあるのにですねかなり塩が濃い温泉で。 えこちらもですね、えー、私の持論の通りですね温泉は小さいほどいい、えー、安いほどいいということで,ですねこちら民宿さん三好屋さんというんですがそこの小さい浴槽がですね非常に良かったです、えー、次、えー、塩原元湯温泉、えー、塩原はですね渓谷に沿ってですね十数箇所のですね温泉地があるんですね、えー、門前だとか古町だとかですね福渡りとか、えー、大網とかですね塩の湯とかし ったかな、えー、そ,れとその中にある元湯温泉というのがねです、ね、非常に素晴らしくてですね、えー、こちらのです、ねえー、恵比寿屋さんというところの宇宙は床、えー、がです、ねえー、石質物でコテコテになって鱗のようになってますね、えー、これが素晴らしい、えーえー、こちらはです、ねえー、食塩泉食塩硫黄泉ですね硫黄が入っている食塩泉 えー、ということで、えー、素晴らしいでここはですね間欠泉を持ってまして、えー、10分に1回ぐらいですねドーと浴槽内に、えー、お湯が出てきます非常にそれ感動的です、えー、塩原本湯温泉、えー、こちら3軒の宿しかなくてですね 他のこちらエビシアさんなんですが他の大井出艦さん岩泉艦さん両方ともですね非常によろしいので皆さん東京近郊の方またはその他の方もですね塩原に行ったら塩原元湯に行かれるといいと思います次湯の本温泉こちらはですね鹿児島県北札ですねの北にある北札の名湯なんですが。 えー、こちらのこの湯の色を見てください、えー、すごいですねこの緑色これをバスクンに入れてるわけではなくてですね、えー、緑このように緑色になってるわけですね、えー、こちらがですね、えー、伊予ですね、えーえー、すごく緑色になる緑黄泉としてはこことですねあと新潟県の月岡温泉なんかもそうなんですが。 この緑色こちらはですね郷土湯の田野湯といいまして朝早くからです、ね、深夜までやってるという非常にそれも入浴料も安くてですね郷土湯の原点のようなところです。うん、次4番目妙盤温泉こちらはですね別府八湯というのが別府の中にありましてその中にですね妙盤温泉というのがあるんですね。 これはもう今今なくなっちゃったんですが明晩温泉全体を指しているということでていただきますこちら「みんなのお湯」というのがありましてですねこんなようなバラック作りみたいなですね中もですね非常にシンプルな男女の境があるだけというこちら白濁した硫黄泉ですねこちらベップハットの中にある明晩温泉ですね。 えー、こちらですね2種類の泉質がありまして一つはですねあの明晩温泉の名前の通りですね酸性、えー、の明晩泉が,が出てるんですねでもう一つはこのようなあの白濁した硫黄泉が出てるという、えー、2種類の泉質、えー、がある、えー、明晩温泉です、えー、別府分布の中でもですね非常に素晴らしい、えー、温泉地でございます次、えー、西山温泉 こちら福島県のです、ね、会津にありまして会津の近郊にです、ね、東山温泉とあるんですねそれに対してです、ね、西にあるのでこちらは西山温泉というこの浴槽はすごいですね、えー、浴槽が3つちょうど1人か2人が入れば1杯ぐらいの小さな浴槽が3つ並んでましてこのシンメトリーというかシンプルなこの3つ並んでるっていうのは非常にこの視覚的にもですね、えー 素晴らししいものを持ってましてまですね、えー、なんとそれとここは非常に効き目があるのか昔からの一切なのか、えー、浴槽にですね温泉神社がかかってお祭ってあるという、えー、こちらですねこちらにこれ温泉神社温泉神社って書いてますね「お、えー、沢温泉神社」え。ー 浴槽の中に神社があるという非常に霊気あ新たかな温泉でえーえーこちらがえ食塩泉ですねえの名湯西山温泉えここに6軒ほど宿があるんですが全部別源泉でございますえ次え安楽明見温泉えこれは鹿児島のですね鹿児島空港の近くにある アモリ川という川沿いにある温泉なんですが非常に湯量豊富でですねこれなんかもですねえこっちに行った方がいいのかなこの辺あのーバーッとこんなかけ流れてますねえもうほとんどこの辺もバーッとこんな流れちゃってえすごい湯量なんですね。特に安楽温泉なんかはですすねえお湯が暑すぎて えー、それと湯量が多すぎてですね、えー、1割ぐらいちょろちょろちょろっと浴槽の中に入れて、まあ、あと9割ぐらいザーッと流れてしまってるというところが結構ありますね。で妙見温泉はですね、えーちえー、ちょっと適温なんで、えー、ドバドバと使えてる、えー、またはですね暑いところは熱交換をして、えー、ちゃんと適温にしてドバドバ流してるという非常に好きな温泉です、えー。こちらは重炭酸ドルイセンですね、えー 私の好きな選手です、えー、次、えー、こちらはですね、えー、最近ちょっと廃業してしまったんですが、えー、津軽湯野沢温泉というのにですね、えー、3つの宿がありまして一番奥の秋元旅館ですね、えー、これは白濁した硫黄泉でまさにこの硫黄の匂いが非常に強くてですね、えー、ここはもうほとんどあのトイレのような匂いでもうかなりあの臭い温泉ですね。 でその手前にですね成ア温泉というのと出羽ノ湯というのがありましてこちらがその出羽ノ湯という温泉で浴槽奥のこの黒いところこちらがですねここのところ浴槽なんですがそこからあ溢れて出た床がですね、うん、このようにあの千枚田のようになってましてこれがあのお湯の石質物なんですね。 先ほどの秋元旅館が白濁した硫船だったのにこちらはですね、えー、濃いあの褐色の食塩泉なんですね、えー、同じ温泉地ですぐ隣なのに泉質が全然違うという非常に珍しい温泉地です、えー、こちら出羽の湯さんえー、次、えー、栗野岳温泉ですね、えー、これはですね、えー、霧島山の、えー、鹿児島の霧島山の裏にありまして 昔あの西郷さんも当時に来たことがあるという、えー、温泉のですが、栗の滝温泉のですね。えー、この浴槽が、えー、色を見ていただくと分かるんですが、泥の色してますね。これ泥泥湯なんです。実は足元にですね、えー、泥がどんいっぱい溜まってまして、えー、もうあの体に泥を塗ることができる、えー、泥湯でございます。えー、栗の滝温泉はいう。 三種類泉質がありまして、その中のこちら竹の湯ですね、えー。こちらはあの泥湯になっております。そういうことで珍しいということで、えー、上げさせていただきました。次、独産温泉。えー、この名前は独特しい、えー、すごい名前なんですが、まさに飲むとですね、えー、口の中があの渋柿を食べたときのように痺、えー、れるというようないうような感じの 妙伴泉特有の温泉でございまして妙伴泉というのはアルミニウム硫酸塩泉というですね鉄分も入ってますんでこのように湯の色は赤茶けてます。で飲むと非常に渋柿のような修練味と呼んでるんですがしびれるような味がする。 日本全国にはですね妙伴泉というのは非常に珍しくてこの独山温泉とですね、えー、函館の近くにある江山温泉という2か所しかないという、えー、あとはまあちょっと薄い妙伴泉になってしまうのです、えー、非常に純粋な妙伴泉としてはこの独山温泉泉質、えー、のよいベスト店に入ると思います。最後、えー、ニュートーン温泉ですね えー、こちらあのもうかなりメジャーになっていまして日本中、えー、結構有名で宿、えー、予約取るのも大変だということなんですがこちらのその中にある黒湯温泉ですね、えー、新築でもこの木の壁にして茅葺きにするんですね非常にそういう意味でですね、えー、昔の日本を演出しているという意味でですね非常にあの心が落ち着くというか現れるというかですね えー、黒湯温泉、えー、それとですね内湯、えー、はこんな感じですね、えー、木の分厚い木の浴槽に、えー、白濁した湯があってですね非常に温泉の原点を見るような、えー、良い、えー、温泉ですほか、えー、に、えー、こちらはその中の一つですね大釜温泉というところですね えー、昔のあの学校を移築したということなんですが、えー、このような大きい木造の造りです、えー、浴槽はですねなんと驚くことにですね洗い場がないもうガラッと開けるとですね、えー、浴槽しかないというすごいあの、えー、温泉でですね、えー、まさに洗わないでですね温泉は浸かるものだという、えー、温泉ですねこちらはあの緑色の緑白濁した、えー ドルイセンですね先ほどの黒湯は白濁した硫黄泉ですがこちらは緑色のドルイセンになっていますその他あの白濁した硫黄泉の鶴の湯とかですねあと褐色の耐えの湯とかですねあと湯の花がちらほら舞う、えー、温泉とかですねそれぞれですね入湯温泉6箇所の宿全部源泉が違いますので非常に楽しむことができます。 えー、以上ですね、えー、こちらが泉質が良い温泉10選でございます、えー、日本には、えー、たくさんの、えー、温泉がありますので、えー、今度はこの泉質が良い温泉10選のうちどっか、えー、楽しんでいただけると幸いでございます、えー、これで、えー、泉質が良い温泉10選を終わりますありがとうございました